アローラ、モコウと申します。告知になります。まあ、結構もういろんな人が見てると思うんですけども、アベマ TV っていうところの、ゲームの番組がありまして、ポケモンの番組があって、Pスポーツ、Pスポーツって言うんですけど、そこに、次回、出演させていただくことになりました。はい。で、まあ、ちょっと、詳しい日付が2月17日の夜の21時から配信開始ってことなんで、放送開始ってことなんで、もしその時間もし暇だったらぜひ見てください。はい、僕の活躍をね、はい。で、他のなんか出演者の方とか、なんかその番組の情報についてはまだ僕の口からちょっと言えないらしいので、その辺はまあ後々のね、告知等をお待ちいただけたらなと思っております。はい。実はその第1回かな？第1回の、その、番組の出演のオファーも実はいただいていて、ただその最初の方は、まあなんやろ、結構、なんかただのバラエティ番組なんかなみたいな感じで、正直思っちゃった、その、概要とかが一切わからなかったんで、で、バラエティ番組で、ネットの動画投稿者をなんかいじって終わるみたいな、そういう番組なんかなと正直思っちゃったので、最初の方はちょっと断らせていただいたんですよ。ただ、第1回目の放送を見て、僕が思ってた何倍にも真剣にポケモンバトルっていうのを、番組で、なんか、やってるし、なおかつその初心者の人にすごいわかりやすいような解説が細かく入ってて、これはすごいいい番組だなっていう風に、そこですごい見方が変わって、で、まあ正直、ああ、ちょっとこれやったら なんで断っちゃったんだろうみたいな感じで後悔してたんですよね。まあ社内格外に思ったら、またなんか、懲りずに、再び出てくださいっていう声をいただいてしまったのに、だったら、ここはもう男として、もう出るしかねえだろうと、いうことで、今回出演させていただくことになりました。なんか、結構なんかツイッターにね、なんかアベマ TV のツイッターで大々的に告知されてるから、なんかとんでもないことが起きるんじゃないかっていうふうに思う方いらっしゃると思うんですけども、ただ、本当に、その番組、一番組に出演させていただくって形なので、まあ、純粋な気持ちで、見ていただけたらなと、はい。あと、なおかつ、ポケモンバトルとか知らない人も、すごい分かりやすくなってるんで、そういう方でもぜひ見ていただきたいなっていう。で、それで、なんかポケモンバトルに興味持ってくれたら、まあ、みんな幸せになるんじゃないですかね。わからんけど。はい。ということなんで、ぜひ、またなんか詳しい情報とか、日付が近づいたら、徐々に告知とかもしていくんで、よろしくお願いします。はい。じゃあちょっとこのサーフィンの方に集中していいですかね。あ、やべ、でも終わっちゃうんだ。やばい。うわ、しまった。これオーバーザギャラドス出すの忘れた。今使うか。はい。本当はコイキングスペシャル使ってからオーバーザギャラドス使った方が、もうより高得点出せるんですけど。66000点。はい、マッチングしました。プラチナさんよろしくお願いします。リザードン、なんだっけ。モグリュウの進化系、スイ君、キノガッサ、デンジュモク、そしてヤミラミということで、冷静に考えたらなんかアベマのさ、告知の画像を改めて見るとちょっと笑えてくるような、ポケモン界の帝王って書かれてるけど、その帝王さん、レート1400台なんですけど、レート1400台の帝王って何ってならない。あくまでね、あれはキャッチコピーなんで、俺がそれに追いつけばいい。うん。そのキャッチコピーに自分自身が成長で追いつけていけばいいんでね。はい。あまりね、深く突っ込まないでいただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。ちょっと選出していきますか。ちょっとね、しっかり前回バロリクにもらったメガルカリを、メガ進化できるようになったんで、今回ちょっと選出していってもいいかなというふうに思うんですけど、まぁ、ちょっとな、でも闇波がいるのが、ついてるのと、ちょっとルカリオは違う気がするな。ガモスか？レアコイル？いや、レアコイルも、レアコイルもちょっとドリューズ見ると出しにくい。ここ初手、マリルリでマンダ、ガモスでいきます。いや、この選出微妙だな。てか、なんか甘えてる気がする。とりあえずパワーあるやつ、なんか集めましたみたいな。そんな選出になってる気がせんでもないけど。はい、よろしくお願いします。
初手取りず、あ、スイ君がもう一番嫌なやつ来たじゃん。しかもなんか、え？なんか、ネットボールみたいなのに捕まえられて。ちょっとここはあまりに分が悪いんで、ガモスに変えてまあ、一回積んでからの、ギガドレイン。ここ、例えばあり得るとしたら、なんか、瞑想とか、あとフリーズドライ。あ、こいつフリーズドライ覚えないんだっけ？ちょ、覚えねえか。あー、やっぱ瞑想か。あー、ちょっとだるいっすね。ん、いや、てかもう正直きついな、スイ君。それがもうマンナに変えて、もうステミタックルゴリ、ステミタックルじゃん、暴れるでゴリ押ししたらよかったかな。蝶の前で。で、多分ネットを打たれて、半分ぐらい行かれて、ギガドレインで回収して、ネットを打たれて半分ぐらい行かれて、多分そのループだと思うんですよね。しかも瞑想家だってことは多分眠かごだから。いや、これ不利なんか、ちょっとわかんねえな。ネット。あ、でも意外と耐える。あ、でも言うて半分ぐらいか。言うて半分ぐらい行かれておりますので、これギガドレインでいきます。ただもう16分の1を引きに行くわ。16分の1を。頼む。そこそこに、でも、思ったより削ってる。え、じゃあ次相手がネット打ってきたら俺勝ちじゃん。あ、ミラーコートか。もう、そういうめんどくせえ技持たすな、お前、スイ君に。待てよ、ミラーコート？まあでも今のは普通に考えて読まなあかんねやろな。身代わり。霊媒持ってないんじゃん？持ってるか。持ってないんじゃんかな、こいつ。瞑想、ネット。ああ、持っとるんか、やっぱ。ああ、まあ眠るじゃねえか。ああ、まあいいや。じゃ次暴れる撃つわ。ちょっとスイ君に3体とも割り出された上にかなり仕事されてしまったけど。これは致し方ないと言えるな。ただこの暴れるを受けられるポケモンが今度は軒並みマリルリに弱いんで。ね、ここ暴れるで全然。こっからサンダでも全然あり得ると思うんで。いや、でもポケモンの公式放送ってさ、その話変わるんですけど、個体値とか種族値とかっていうワード使っちゃいけないから、なんかもうみんな、その育成の仕方によってとか、その、なんだろう、卵の産み方によってみたいな、そういう言い方をするんですよね。その辺かなり難しいなって思いましたね、やっぱ、ああいう場は。NG ワードやからな、基本的に。非公式の言い罠だね、これ耐えてくれよ、頼む、お願い。耐える、耐える。で、ひるむな、ひるむな、ひるむな。よし。これで、まあ一応マリウリの、アクアジェット圏内に、入ったのはでかい。まあこいつもうスカーフ確定なんで、相手の高速読んで次のターン、マリルイは、まあ、アクアブレイクとか打っていくのもいいかもな。なんだ誰。お、しかもかわしていいか、これめっちゃでかいわ。あ、ここかわしたらめちゃめちゃでかい。いや、これはかなり勝負を決定づけるいったわ。相手のそのラス位置によって分かんなかった。ただちょっとここ混乱してしまうっていうね。まあ、3回動いたからな。電樹木、電樹木か、地震。ここ高速催眠決められたらもう終わるんで、地震絶対にこれ混乱を、かいくぐって当てないと負けやな。頼む、お願い、お願い、お願い、地震打ってくれ！ナイスー！ああ、よ
しよ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 し、マンダちゃん、よしよし、いい子だね。うん、何か買ってあげようかね。サーティワンのアイスクリーム買ってあげようかね。デジモくんみたいな形した。はい、ありがとうございました。マッチングしました。マイマイさん、よろしくお願いします。ランド、ミミッキュ、ルカリオ、スイ君、なんだろ、レヒデ、バシャーモ。なんかでもミミッキュ最近そんなに見ないんですよね。で、この間、ライバロイ君とちょっと話していたところ、ミミッキュはもう今季は使用率そんな高くないっていう話をされていて、まあ実際、そういう風になっていってんのかなっていう風に思います。やっぱ多分メタられてるというか、単純に、なんか、何やったか、なんか理由言ってた気がすんねんけどな。ちょっと忘れちまったわ。まあとりあえずミミッキュ、うん。このパーティーでも一応かなり対応できてるんで、ちょっとここどうしようかな。レアコイル初手持っていってもいい気がすんねんな。これ初手レアコイルあれじゃねえか。なんか、また前みたいにスイ君来そうじゃない？だったらこれちょっとレアコイル初手いって、ルカリオいっちゃいますか。ルカリオ、いや、初手ルカリオか、むしろ。むしろ初手ルカリオ。初手ルカリオはないな。それか、カバルドン？いや、マリルリで。うん。いや、マリルリ、ちょっと待って、ウルガモスじゃない。ガモスか。いや、ガモスじゃないか。いや、わかんねえな。はい、よろしくお願いします。あー、初手スイ君、オッケーオッケーオッケー。だったら、これ、レアコイルの選出は、まあ、間違ってはないけど、ちょっとランドロスの影が脳裏をよぎってしまっているんで、ランドに変えられたらこれ終わんな。これもう、普通にウルガモスに交換でいいかな。なんか、怖えわ。いや、多分ランドおるっしょ、絶対。いや、もうそれ分かってねえって、ここ爆地。メタ氷で爆地打つってのありやな。いや、ちょっと待って、爆地。あ、やべえ。いや、でもこれは多分ランド読みのメザコリって言うて、言うと爆地なんか、これ。言うほどなんか、リスクなかったと思うんですけどね。ただこれ結局当てたところで、もうスカウトでこれで固定されちゃってるから、どのみち一旦その優勝交換しなきゃいけないっていう。やばいな、バシャームか。まあ、レアコイルが頑丈で一発耐えるから、ここは、ガモスに変えます。うん。まあ、もう、全部割れとるしね。いや、これはもう、買ったんちゃう？で、ガモスで、まあ、一発相手のなんかフレドラかなんか受けさせて、で、ルカリオの新速で、ちょっと削って、で、レアコイルで頑丈で耐えて、あ、てかもうその必要もないな。このフレアドライブの反動でそこそこのダメージを、あ、でもちょっとこのダメージ感じゃ、わかんねえか。まあ、確実な方法を取ろう。ちょっと確実な方法を取ります。ルカリを出す、メガ進化する、神速を打つためだけに出てきたルカリオみたいな。なんかありますかね？負け筋。いや、あ、いや、でも、いや、ちょっと待って、ここって、いや、ここってルカリオでできる場所も突破しといた方がいいんか？あ、このフレアドライブで落ちてくれるよな。あ、ごめん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 。そうや、たぶんスイ君が呪文ボード1回じゃ、たぶん倒せないから。ですよね、たぶん倒せないよな。いや、もしスイ君が、レアコイルの
10万一発で落ちるってんやったらもう、俺のプランでよかったけど。だってあえて今のところフレアドラじゃなくてなんか変な格闘技とか打ってきてたら、あれやったもんな。ここだって仮にミラーコート打たれたとしても、しっかりと頑丈で耐えるんで。いや、てか全然一発じゃねえよ、これ。ミラーコート、オッケー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 。いや、やっぱ頑丈っていう特性がもう強いわ。ミミッキーの化けの皮ほどじゃないけど。はい、対戦ありがとうございました。オッケー。まあ、もう本当に、公開読みがスペッチやったのかな。今の試合は。なんとかこれでね、レート1500台に復帰したんで、また次回よろしくお願いします。